大雪に見舞われた今年の成人式、彼女も新成人の一人だった。おお、すげえ。晴れ着をさらに可愛くする真っ最中。ちょっと飛ばしたい。可愛い。それちょっと上空に飛ばそう。あ、可愛いよねこれでも。可愛い。可愛い。ここにね、見てこれサメの。サメのカモン。カモン。サメが好きなんですけど。サメのカモン。彼女のアイデアがそこかしこに取り入れられていた。幸せ。テーマは宇宙。空を駆けるユニコーンも彼女の発案。着るものにはいつ何時も必ず自分らしさを取り入れる。では普段着はどうか。いや、何にもしてね。ラジオの現場、正真正銘これがキャリーパミュパミュの普段着。出席したんです今回。あ、そうなんだ。いつもこうだもんね。そうなんですけどね、そのステージで出すと変わるっていう強変。それは二重人格者。それがキャリーパミュパミュですか。派手ではない、が美学はある。トレーナーは80年代の風合いが可愛いし、ボトムは今原宿で流行中の定番アイテムだ。指先はファンシーネイルというらしい。お菓子のような仕立てになっている。お疲れ様でした。ボトムと合わせたバッグは12,000円。ヒョウ柄クロスのロックテイストが気に入っている。この日は新曲のジャケット撮影。お願いします。よろしくお願いします。新曲のタイトルは忍者リバンバン。忍者をモチーフにした写真を8パターン撮り、その中から一つを選んでジャケットを決める。あ、じゃあちょっと着替えます。すいません。彼女のアイデア、赤ずきんとクリームソーダの組み合わせ。かわいい。大人の褒め言葉に彼女は甘んじなかった。このちょっとシュッてなってるかわいい。このとこ一体何を？これが答え。口の部分をシュッと切って唇が出現。開けてもらって。笑ってるよ。常識に縛られた頭からは出ないアイデア。かわいい。際立つ世界がそこに生まれた。次のスタイルはなんとタコ。キャリーのこだわりは口から出した炭。うまくたなびけばきっと可愛くなる。そしてしてやったりの出来栄えでジャケットに決まった。ライブや PV にはチームキャリーの存在が欠かせない。美術監督や振付師、スタイリストなどその道のプロが集まっている。で、怪しい人がこう回ってて、こっちではこうウサギがこう、かわいいファンファンファン、ちょっと不気味な感じってことですよね。はい。トランプのカードが4枚、で4枚あって、でそれがくるんって、それもアナログなんだけど、はい、くるんって回ると全部ジョーカージョーカージョーカーで、最後ジョーカーになった時にパタッと倒すとキャリーが出てくる。あそういう感じとかどう？あ、いいですね、不思議の国のキャリーみたいな。そう感じがいいですね。不思議の国のキャリー、美術セットのコンセプトが出た。彼女の言葉の端々にダイヤの原石が眠っている。やり取りを続け、次のひらめきを待つ。そうです。なんかカラー煙とかって使えるんですかね。カラー煙、なんか、その不思議の国って、なんかあの、まあ私アリスのイメージだと、まあ毛虫がユーとか、だからいつも結構白の煙とかなんで、
ちょっとなんかモクモクさせて、カラー煙使ってみたい。ビジュアルを具体化しながら一つの世界を形作っていく。これ全然関係ないんですけど、セバスさんのカラーパスタみたいなすごい好きなんですよね、あのなんかああいうちょっと狂った料理みたいなのを、あれ見直したんだけど、彼女から出たひらめきの断片を噛み砕き具現化する。それがチームの役割だ。彼女が入った瞬間にこう全部が出来上がる感じもあるんですよ。その瞬間がすごく気持ちよくて、あとはまあキャリーちゃんをどんだけ驚かせるか、驚かなくなったらもう自分はいらないんだなと。いや楽しみ、可愛さと不気味さが入り混じる彼女の世界、キャリーパミュパミュはその世界の出発点であり締めくくりでもある。海外に評価される彼女の PV 作品、消耗品に終わらないアートの永遠性をファンは感じ取っているのだろう。